ラッと見た3番の武田涼がどうするか、ここは車を引きます。赤番で抑えました4番の渡辺大吾です。武田涼、車を引いた位置はどうやら3番手になっている。1番竹下後手を踏んで切り替えて6番の小畑博臣、小畑がどうでしょう、武田の番手に絡んでいます。中段3番の武田の後ろは並走です。小畑切れ込んで7番の春山がその外並走。赤番で抑えた4番の渡辺大吾を3番手から仕掛けるかどうか、3番の武田涼でこの番手もつれています。最終周回と向かっていきます。後ろの様子少し気になっている3番武田涼、先行するのは4番の渡辺大吾です。1コーナーから2コーナーカーブですが、こうなれば3番手からまくっていく構え。先行4番の渡辺大吾で2コーナー3番手からここはあっさりまくり切りそうだ。3番武田涼がまくり切っています。後ろはどうやら京都勢が2番手3番手踏ん張る4番の渡辺大吾にマーク2番の矢部健二、その後ろからは後方から1番の竹田翔が突っ込んでくるか。4コーナー回って直線です。3番手まくり圧勝体制、3番の武田、あとは 2,3 着の攻防ですが、4番の渡辺に。お、頑張ったな。そうですね。もう取っちゃったし、後ろがちょっと席から。どうしようかなって。もう行かなきゃなと思ってでも、流し組だったんで。で、大吾さんがね、はい、ってきて。あそこの2コーナーからの近くの展開ですもん。なんかどこポコって後輪が浮いた。あ、本当に。あとはもう独走でしたね。後ろ分かんなかったんで、やっぱ3番手まくり圧勝体制、3番の武田、あとは 2,3 着の攻防ですが、まあ、ここまで来ました。はい、明日しっかり勝たないと、ここまで来たんで。取れるときに取っちゃってます。はい、取れるときに、取れるときにチャンスなんですけどね、今は強いんで、やっぱどうでも。そうですね、まあ、力出し切る競争はまあできたんですけど、力の差を正直感じてしまった。明日はそれをどう補うかな。せっかくでもキンキーで三者もらった、あの乗ってるんで、どうしようか、ちょっと近い勝負したいですね。気持ちはやっぱり前だけども、それは話してみてからっていう感じですね。そうですね、それはやっぱりそこちゃんと通して。わかりました。そうですね、ちゃんと行きます。はい、ありがとうございます。近畿が、まあ、3人いてちょっと並びようかな。うん、他は自力で。自力でね。はい、近畿ってやっぱり何回かありますか。先生も何回かありますね。特に決勝とかやると結構短期があったりするよね。そうです ね、 ね、うん、自分の中で短期はちょっと考えにくいとか、そこまでないかな。やっぱりやることは、頑張りました。すみません、ありがとうございます。武田さんとの対戦、また決勝短期でのそうですね、この短期で。あのパターンっていうのは、まあ、1回出してますけど、はい、まあ、いろんな引き出しも必要なんだと思います。そうですね、まあ、いろいろやっていけたら、せっかくね、リベンジのチャンス。そうですね、しかも相手と死にかかってるんで、はい、そこ潰すと一気にドーンとした。変わります。まあ、もう何回も連携というか、ここ最近で立て続けに連携してるから、ね、そうですね、強いの分かってるんで、もう好きに走ってもらいます、うん、はい、ついていくだけですね、うん、下ついてもいい。いやいや、しっかりと不安です。次行ったらしっかり。